はい、皆さん、こんにちは。レクセニ講師の森山です。今回は2024年、司法者試験合格に向けて、私が担当する中上級講座、V マジック攻略講座についての説明、これをさせていただければというふうに思います。でこの講座は、まあ、こちらに書いてありますが、独学に搬送して合格に導くというのが、 コンセプトえつまりえ,え皆さんの勉強をトータル的にサポートしていくってことを目標にしておりますえどうしてもこの2年目以降の勉強というのは自分の弱点を埋めていかなければいけませんから講座を聞いているという受け身の勉強では役に立たないんですねで皆さんが自分の苦手なところをしっかり埋めていかなければいけませんから主体的な勉強えこれが求められていますそれをサポートしていくということの意味がまず一つあるということですねでもう一つはどうしてもこう講座を受けるってことになると 講座に埋もれててしまって勉強ができない、つまり講座がたくさん時間が取られてしまうと働きながらとか忙しい方であれば復習が足りませんでした講座を聞いているだけで精一杯になってしまいましたそのようなこともよく耳にしますですからこの講座では皆さんが自宅で勉強できるように自分の勉強ができるようにそういうことをコンセプトに応援していこうということになっておりますねどうしても勉強というともう自分でですね問題を解いたり覚えたりとかしなければいい。 身につきませんから、あ、講座を聞いているだけではダメなんですね。では、あ、それが独学に搬送して合格に導くといった意味になっております。で、この講座はえ、私があ、執筆をした使用書籍『V マジック』といったあ、テキストでこれを使って勉強していくこういう講座になっております。 でまずこのテキストの方から紹介させていただければと思いますが、まあ、詳しくはそのテキストを紹介動画がありますから、まあ、そちらもぜひご覧になっていただければと思いますが私が執筆をした8冊のシリーズということになっております基礎から丁寧に書いてあってもう合格レベルまで書いてありますですから、まあ、どのようなレベルの方でも使いいただけるテキストということになっておりますで講座のですね時間自体がそんなに多くありませんから まあ自分がついていけるのかといった心配もあると思いますが、まあ、この講座ではそのテキストを使っていきますので、えー、読めば分かるようになっております。ですからあ分からないところも丁寧に書いてあるな分かりやすく書いてあるな具体例が書いてあるなっていうところで。 もうそういう方も安心して使っていただけるテキストになっておりますでそれから自分はもっと成績を上げたいんだもう今年もギリギリだったんだけれども確実合格を目指したいっていう方もぜひこの V マジックのテキストを使ってくださいこの V マジックのテキストではまあ私が本試験でどんだけ取れるかっていうところを分析をしましたで、えー、まあ去年の分析によれば午前の部は34問午後の部は33問という形でもうかなり高得点が望めますこのテキストに に書いてあることをしっかり覚えていただけれればそのまま合格点が取れるとでもちろんそれ以上分厚くしていくたくさんの情報を入れていけば、まあ、それ以上望めるかもしれませんが皆さんが1年でできることっていうふうに考えていただくとそれ以上多くしていくのは費用対効果として好ましくありませんですから高得点取れるけれども皆さんが使える分量といった形で私が精査をして書いているということになっています。さあこのテキストを使って ええお話をしていくこの講座のコンセプトえ簡単にお話をさせてくださいまずこちらステップ1と書いてありますが毎回毎回やるべきことをプランニングしていきますですから講義の中で今回これやります二回目はこれやります十回目はこれやりますで始めからあそれを皆さんにお配りしていますですから皆さんも毎回毎回何をやるかわかるんですよ。 で講座を受けてあ「今日はここまでやったのか」っていうことじゃないんですね。で独学で勉強しようってことになるとやっぱり本当にこう自宅で一人で独学をするそうするとだんだん勉強が遅れていくどこまでやっていいかのプランニングができていないでそれが弱点になってしまいますですからこの講座ではあ皆さんがやるべきことを明確にして今回ここをやります毎回毎回のやるべきことをもう事前にお伝えしています。だからステップ2に予習と書いてありますが 例えば皆さんが勉強する時に講義を聞くにあたって自分はあんまりまだ勉強が深く進んでないから予習していこうということですよね。でその場合には予習内容が明確になるわけです。やるべきことが明確になればやる気も起きて勉強が進みますよね。でこのようにまあ予習型の方であればここでしっかり予習をして講義に聞いてもらう。であるいはもう自分はもう弱点だけ補強すればいいんです。 え結構ですねもうかなり上級レベルですって方は予習をしないで講義望んで復習の方をメインにやるというやり方もあります。で予習する方もどこを予習すればいいか明確になるしで毎回毎回進むべきことが明確になっておりますからもう自分のプランも立てることができます。でステップの3「1ユニット1時間の高密度講義」というふうに書いてあります。これがまあ今年のリニューアル展 ですね、でこの講座自体は、まあ、去年からも、えー、実施をしていて、まあ、多くの受講生の方にも好評で聞いていただいたんですけれども今回さらにパワーアップして1回1時間えつまり通信の方がもう例えばですね生講義をそのまま受講して、えーまあ、通信になったものを受講するってことになると1回3時間ですからなかなか仕事の後に聞けませんで講義を聞く日と講義を聞かない日っていうのができてしまいます。 いうことになってしまいます。あるいは自分で工夫して、じゃあ前半講義を今日聞きました。で、後半講義を明日聞きます。というふうに自分で工夫しようと思うと、なんか中途半端で講義が終わってしまうということにもなりかねません。ですから、まあ、この講義では毎回毎回レポートを明示するだけでなく、1回1時間です。ですから、まあ、今回ここを聞こう、虚偽表示を聞こう。今回は代理を聞こう。今回は時効聞こうというふうに、もう予定が立てやすいんですよ。 やっぱり勉強するときに予定を立てるってことが必要じゃないですかその予定が非常に立てやすいかなというふうに思いますで、先ほど言った通り講義を聞くだけが勉強ではありません講義を聞いてもう自分で覚えるべきことを覚えていく過去も自分で解くということをしなければ勉強って進まないんですね結局独学なんですよ講義を受け身で聞いてるだけでは何も身につかないんです 予備校を利用すれば受かるってものではありませんだから復習が大事ただ復習なかなか自分でできないですですからこの講座ではステップの4講義を聞いた後に皆さんはテキストで理解するべきことを理解する覚えるべきところは覚えるでその後に問題解きますで自分で過去問集を買ってきて使おうと思うとどこをやっていいか分かりませんで講義では ここの分野やったんだけれども自分で問題セレクトするの大変です安心してください講義に準拠した厳選復習問題集えこれがついておりますですからあ今回この講義を聞いたからその該当箇所の過去問やればいいんだっていうふうにもうすぐに取り組むことができます自分で選択するその手間がいらないんですねもうあの もうその手間っていうのはもう小さなようですが結構積み重なると勉強のやる気もなくなっちゃうんですよですから何をやるべきか明確にしていくことによってそのようなやる気をそがないというふうにしていますでその過去問やるともう一つ大変なのがもう何年分やればいいですかもう全部やりたいんだけれどもなかなかやる時間がありませんだから厳選なんです必要最小限必要十分なものを選んでおりますですから必ずやってほしいし これだけやれば十分だっていうものをセレクトしております。多からず少なからず。皆さんが勉強できる分量で。ですから、あこれだけやればいいんだっていう目標が明確になることによってやれますよね。やっぱり囲問ができないって方は、その囲問のボリュームに圧倒されちゃってる方が多いんですよね。ですからこれはもう厳選されておりますから、もうそれをしっかりやり込んでもらうことによって、きちんと合格レベルが身につくし、あこれだけやればいいんだって言った形でもうこれは やる気になるかなというふうに思いますで過去問自分でやることが大事なんですがさらにそこにサポート講義をつけましたですからどうしても難しい問題分かりにくい問題あるいはその過去問から発展的な知識を身につけてほしい問題そういうものについてここのの講義とろですから皆さん問題解いてその私の声を聞くことによって問題も一緒に解けるんですよ。 インプットの講義を講師に説明してもらうだけでなく過去も一緒に解ける非常に過去もが進みやすいと思います何回も繰り返してますが皆さんの勉強をトータルにサポートしていくってそういうことなんですね講義を提供して終わりではないってことをぜひ実感してみてくださいでその後ですねこちら書いてありますが記述対策にも抜かりなしでこのインプット講義だけではなくこの講義では記述対策もあります VMAGIC 対策の講座を用意しておりますこちらは実際の問題を解きながら実践的な解きき方をお話をしていきますで必要十分な問題数それからその問題はいろんな分野にわたっていろんなパターンの問題を提供しますからこの問題解いていただければ本試験でどの分野のどのような形式の問題が出ても解けるように解き方をお伝えしていきます。で私のの解き方っていうのはなるべく うん、まあ、答案構成用紙で、丁寧に構成しない。で、最近の本試験って、やっぱり時間攻めですから、丁寧に、例えば、えー、登記記録を写していくとか、役員の図を書いていくってことになると、時間なくなってしまうんですね。ですから、どう、どうにか、その、問題、用紙のところに書き込むことによって、時間節約して解ける。そのようなやり方をお話をしていきます。しかも、一問あたり。 90分の解説時間をとっておりますから、もうその例えば60分でですね、足早に解説をするというのではなく、その問題の解き方から知識まで関連知識まで、もう完全に解説をしていくといった形の講座になっております。インプットだけでなく、効率対策にも抜かりなしということですね。まさにこの総合的に力をつけてほしいといった講座になっております。で、この講座自体は8月から開講して。 1>, 1月の下旬あるいは2月の上旬あたりまで続く形になりますこの2月までに講座を終わらせるというのも皆さんのこの1年間のスケジューリングということのまあサポートとプランニングということになっておりますどうしても講座インプット講座終わった後に自分で パワーアップする時間で必要なんですね。ですから、この講座が6月ぐらいまで続いていくぞということになると、なかなかそれを身につける時間が取れません。中上級講座というのは、この2月ぐらいにきちんと1回転するというのが重要なんですね。で、その後、あと1回転、さらにもう1回転の形で力をつけてもらえるような1年間のスケジューリングになっております。で、その後は当連もしといった形で実践的な力をつけていく時期になっていきます。 では足早ではありましたがこちらが私の担当する V マジック攻略講座の簡単な説明ということになっております。でこれから夏ですねこの V マジック講座の模擬講義あるいはこの V マジック講座の詳細な説明のガイダンスなども行いますのでぜひそちらの方もですねレックの方にお越しいただくか YouTube などでご覧いただければというふうに思います。ぜひこの講座にに興味を持っっった方一緒頑頑張張ててていいききまましししょょうう合格目指ね